た。こんにちは。豊さん、はい、昨今のというか最近の話題、まだ話題となってずっとネット上にあるのが、白井球審がなんか、時の人みたいになってますけれども、まあ、昨日 の、 あの甲子園の試合で三塁の拍手喝采だったらしいよ、うん、どういう意味の拍手ですかそれは。まあまあ本当まあでもさ、確かにこうゲームを止めたとかね、そんなことで遅延したとか、はい、まあいろいろ問題にはなったけど、はい、まあ、そこまで処分を下されるほどのね、ことでは行動ではないと思うしね。でも、まあ、一応ファンではコメントとしては、うん、あ、処分されないんだ、例えば何日間かちょっと停止とか、うん、そういう例えばなんかコメントででもさとか、でもその後井口監督が出てきて、まあ、冷静にいきましょうよっていうような、でまあ、ロッテ側も意見書みたいな、うん、そういうものは出してないわけでしょ、はい、そうですね、うん、だからまあ処分はされなかったけども、うん、今後またやったら処分は下ると思うよ。でももうやんないだろ。でやった相手が佐々木朗希だからさ、またこう、ね、もう日本中が注目してるところで、はい、あそこでやるみたいな。そうでしたね、まあ、そういうことだったんで、うん、目立ってはいたけどね、うん、はい、ただ各試合で、はい、まあ、例えば顔に出すピッチャーもいるし、うん、バッターもいるし、はい、うん、なそれに対して審判が、はい、おい、うーんとか、はい、静止してるとかね、うん、それとかイニング間、まあ、ピッチャーがマウンド降りてきた時に、うん、まあ、まあそういう態度はっていう審判もいるよね。あ、そうなんですね。それとかキャッチャーに、まあ、あんまり顔出さないように言っといてくれ とか、まあ、そういうこともあるんだよ。あ、そうなんですね、うん、だから、まあ、あれはいきなりマスク取って行って松川が制した時にお前この野郎若造がみたいな、そんな態度、何言ったか分かんないけど、はい、そういう態度に見えたから、うん、みんな誤解はしてるけど、普通にある、まあね、まあ、ことだよ。よく見ておいてくれたら分かるよ。そうですね、普通にあるから。特にピッチャーよりもバッターとのちょっとなんかいざこざって昔から多いですよね。あるある、あるある。まあ、豊さんもありますか。あ、めちゃくちゃあるよお前。え、それって一番最初に会ったのは何年目ぐらいの時だったの。何年目だったかな。まあ結構あるから覚えてないけど。そんなに、まあ、いや記憶にはあるよ、うん、まあ、例えば3割打ってる時に一塁審判が内野安打をアウトにされて、うん、はい、まあ、リクエストはないからもうそのままの処分だったんで、はい、でもうこのまま3割打てなかったら一生恨むからねって言って、次の日北別府さんにフルカウントから、うん、はい、あの投げられた球がど真ん中で手が出なかったんだよ、うん、あーと思ったらボールって。昨日の一流審判で、昨日の聞いててくれたんですか。そう そんな忖度もあったんですか。いや忖度してくれたんだよ。もう達川さんひっくり返ってたけどさ、そりゃないでとか言って、うん、でえ、いいんですかって俺言ったんだ思わず、うん、ね、その時にああ豊かに早く消えて一流に行って、まあ、そういうこともあるんだよ。いや、まあ、やっぱり人間味があるから。人間味があるんだよ。ほんで、うん、これを笑っちゃうんだけどさ、はい、阪神戦ってとにかく長かったんだよ、はい、もうその26回戦中、うん、4時間ゲームが20回戦ぐらいあったんだよ、20試合ぐらい、はい、もう秋の終盤で、うん、長い、本当阪神戦長いですよねって言って一塁審判に言ったんだ、うん、一塁コーチャーが榊原さんっつって、はい、俺の中央の先輩だったの。原さん、うん、長いっすねって、本当対応戦長いなっていうような話にしてて、うん、で一塁審判もほんまお前らええ加減にせえよって、うん、で真弓さんがショートゴロ打って、はい、ファーストに投げた、うん、完全にセーフなんだよ、うん、で俺は一塁のベースカバー行ってて、はい、完全にセーフアウトって言うんだよ。そりゃないよとか言って、お前ら言ってたやないか長い言うて。まあそういう審判もいた。そういう審判もいたんですね。そういう審判もいた。まあそれとか、はい、ストライクボール、うん、まあハウスイングとか、うんうんうん、そういうのとかあって、はい、もう完全にここのボールを避けて、うん、バットは絶対振ってないんだよ、うん、そしたらスイングって言って三振ってアウトって言われて、うん、はぁとか言って、うん、ほんま下手くそやなとか言ったんだよ。そしたら退場。いや、初回にもうお仕事終わり。もうね、夏の疲れてる時だったんで。よかった、ありがとう。逆にとか、はあ、まあそういうこともある。判定に対して例えばストライクボールでいやいやいやみたいな、いや、こういうこともあるんだよ、うん、ボールって言って手が上がってるとかね。どっち。いやいや、だから手を上がってる方がやっぱファンが見てるから、ストライクって、うん、だからごめん手が上がっちゃったんだよって、嘘やろとか言って。
そしたら、まあ、うちの監督も怒って、はい、そのことで退場になったよ、近藤さんが。退場、監督退場。いやいや、今のボールだろって完全に言って、うん、いや、手が上がったんですよと、そんなことあるか言って、うん、で、まあ、こう押し問答があって退場になったんで、結局、はい、悪くないのにね。そうですよね。悪いのは心配なんです。そうですよね。だから、まあ、そういうこともあるし、うん、だからストライクボールの判定を伴って、うん、抗議、ファンの人は分からないかも分からないけど、うん、あるよ、やっぱ。あと、どこまでの態度と、どこまで言ったら、ギリギリセーフ、まあ、人によるんですかね。いや、もうさじ加減だよな、審判の。それはね、大らかな人だったら、うん、まあまあ、そういうのは今、もう本当にね、いっぱいいっぱいだからって言ってくれる審判もいるから、はい、いっぱいですかねって、僕にはボールに見えるんですけどねって言ったら、うん、まあ、だから、いっぱいいっぱいだからって。うんうんうん、キャッチャー達川さんが面白いよ。なんて言うんですか。いや、今日は審判の方が見えてるけんとかね、まあ言うんだよ。まあこれは許さないかんなとか思いながらもね、うん、でもピッチャーも投げた感覚、うん、指先の感覚でパーンと決まったボールに対してストライクって分かるよ。そうですよね、うん、でバッターもこう立ってて、うん、もう何万球 もう見てきてるわけだから、はい、ストライクボールなんか分かるよ、うんね、審判もそうだよ、うん、でも審判は、うん、例えばいろんな変化をするじゃない、はい、ボールに対して、うん、ボールがね、だから分からない時もあるよね。あとカウントによってもやっぱり2ストライクノーボールになると3球目、うん、やっぱ際どいとこ行くとどうしてもやっぱりあボールかなって、まあ先入観だよな、固定観念があるし、うん、まあ、ツーナッシングからまともには来ないというね、うん、でボールにしてくるケースが多い、まあ、そういうことが頭にあると、うん、まあ、どうしてもボールに取られがちなところもあるよね。そうですね、うん、あとファンというかテレビで見てるとやっぱり正面から見れるので、やっぱり一番それストライクじゃないのとか、やっぱ一番やっぱ分かりやすいですよね、分かるテレビ中継って、うん、いやだから、うん、まあ、この前のことで言えば佐々木朗希が投げたボールで、はい、えボールみたいな、うん、のあったよ。でも佐々木朗希はえみたいなそんなリアクションしてたけど、はい、まあまあそういうのが積もるとね、うん、積もるとやっぱりやってる方も人間だから感情あるから、うん、まあ、審判感情なくせっていうようなことも言われるけど、うんうん、やっぱり感情の動物だからさ、感情なくしたらやっぱりいい試合になんないよ。あと例えばバッターだとしたら、例えばよく見逃し三振とかファーストに歩いていこうとした瞬間に、うん、みんな三振とかだとうんって首かしげたりとか、うん、はぁって落胆するじゃないですか。あれはまだ OK ですか？退場にはならない OK じゃない審判もいるよ、ね、いるんだ、うん、だけど、あの手が出なくて、うん、いやもうリアクションでスーッと歩いていけば、うん、ボールに取ってくれるんじゃないかなっていう演技をする時もあるんだ。あ、心理をつくというか、そう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 、だからそういうこう演技をする人もいるよ。辰川さんなんか当たってないのな、うん、とかやってたから、いやだからそういう演技をする人もいるから、うん、一概に審判が全部間違えてるとか、うん、あ、そういうことではないし、ね、例えばじゃあ丁寧に聞いてみるのはダメなんですか？今のはストライクではないいや最初はね丁寧に聞くよ。あ、聞く、あ、丁寧に聞くんですね、うん、今パンと見逃して、うん、まあボール、どのぐらいボールですかって言ったら、ハンコ分やな、わかりました、ハンコですねって格を押し、念を押しとくんだよ、はい、そしたら同じようなところはね、うん、ボール取ってくれる。あ、そうなんですね、うん、とかそれも手ですね。それも手なんだ。やっぱやってる方を怒らせたらダメだという、うん、審判団の中でもめちゃくちゃ意固地なやついるから。もう今はいらっしゃらないけれども、いるよ、まだいる、今元気だから。あ、そうなんですか、まあ、だから名前を伏せるけど、もうこれはね、うん、各球団夜な触るなだから、絶対あいつには文句言うなよ。あ、そうすると不利な判定をその後ずっとされます。そうだから久しぶりにこうユニフォームを着て帰った時に、うん、まあ、ヘッドコーチで帰った時に、うん、やっぱ明らかによ横はコースは分からないけど高低は分かる、うんうん、おい今の低いだろとか言って言ったら、うん、伊沢さんあいつにだけは言わないでって意固地になるから、そうなんですか、こうやって睨み出したら、うん、もう絶対こっちには有利な判定がないから。逆にそれを逆に取ると、なんか審判によってその試合って変わってきちゃうスポーツなのかなって。いや変わる変わるよ。そういうスポーツって他にあります？まあでもバスケットとかもそうだよね。あ、そうなんですね、うん、ファウルとか厳しくなったりとか。だって5ファウルで退場でしょ。はい、で5ファウル目を取られるか取られないかっていうのは、うん、チームにとって大きなことじゃない。うん、だからでもそれがあるからまた面白いんだよ。だから俺はリクエスト反対だっていうのは、はい、うん、それはまあ正確に出るからいいよ、うん、だけどリクエスト最初は反対だったのは、うん、
っぱり人間がやるから、うん、人間の間違いが起きるから面白いっていうふうに俺は思ってたから、うん、まあちょっと味気ないよね今ね、うん、例えばじゃあ各球団新人として入ってきたバッターとかピッチャーにそういう講義ってあるんですか？例えば審判に対してのどういう接し方をする？あ、ないないないな、それはないんですね、うん、それはない。いやだけどさ、この前の解説をしてる時にね、はい、ホームクロスプレーになったんだよ、うんうんうん、で谷内という選手が、はい、こう左手で突こうとホームをしてて、うん、これを避けながら右手でついたんだよ、はい、そしたら見てた近藤が、はい、まあアウトに取られたんだけど、はい、見てた近藤がいや今のはタッチしてないってリクエストを要求してるんだよ、うん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 、ね、アウトなんだよ、うん、近藤間違えてるやないかだから現役の選手でもあれだけ若くて目のいい選手でもやっぱ間違えるんだよ。だから一概に審判間違えんなって言っても、うん、いやこのもうリクエスト出してくださいとか言ってて間違アウトやないか、うん、選手だけ間違えることもある。一塁コーチャーだってあるでしょ、うん、走り込んだ時いやみたいなリクエスト、うんうん、監督リクエストみたいな要求するじゃん、うんうん、覆らなかったりとかするとさ、うん、やっぱりね人の目っていうのはね、うん、現役でも、うんね、野球やってたやつでも間違えるんだよ、確かにって間違えるんだよ、だから面白いんだよ。そっか、でもなんか今って昔よりそうやって審判とか、うん、あと監督が出てきて審判にボンってぶつかるとかそういうの少なくなりましたよね。ああそれはないんだよ、それダメなんだよ。ダメです。で抗議も 5分以内。星野さんとかどうだったんですか？いやその時はそういう特例がなかった、うん、あ、まだなかったもうやりたい放題。そうですよね、やりたい放題。星野さんとかボーンってましたもん、ね、もう威嚇だよ完全に。いや本当にまあまあでも人間やるからね、うん、まあそういう感情が出てもまあ面白いとは思うけどね。そうですね。でもこの前の佐々木朗希のは、うん、そんな詰めるほどの大ごとのことではなかったよ、うん、そうですね、まあ、別にあそこ詰め寄らずに、うん、本当におっしゃってたようにそのイニング間でちょっとなんかね注意しに行くとか、そういうのが松川にちょっと佐々木朗希ね、うん、顔に出しすぎだから、うん、やっぱ出さないようにしといてくれって、うん、言っといてくれとか、うんうん、ね、やっぱファンも見てるし、うん、ねっていうふうに言っときゃさ、そうですね、なんだお前若造がみたいなああなんだみたいな、歌舞伎町歩いててバンってちょっと肩ぶつかったら大人が放り置いてきたような、そんなことはあったよ。いやないですけどないですけど、うん、そんなイメージ、まあ、だったのね、まあ、なんか詰め寄らなくてもよかったのかなって、まあね、それもさ、うん、わざわざ日本中が注目してる試合でな、ね、何生きてんだみたいな。いやでも逆に言うとまたまたあの一件で野球を知らない人たちが白井球審白井球審って言葉をいろんな仕事場で出すようになったんで、逆に白井球審って、いやだからもう切れたら最後だよ、うん、え白井白井って言われる、そうそうそう、そりゃ困るでしょ、みんな切れた人のことを、うん、え白井白井さん、そうそうそう、バカ野郎、はい。